操作型電子顕微鏡。操作型電子顕微鏡。操作型電子顕微鏡。スキャニングエレクトロンマイケレスコープ。セムは電子顕微鏡の一種である。電子線を絞って電子ビームとして対象に照射し、対象物から放出される二次電子。反射電子。後方散乱電子。BSE。透過電子。X 線。仮想ドルミネッセンス。蛍光。 内部気電力等を検出することで対象を観察する。通常は二次電子像が利用される。透過電子を利用したものは、ステム、操作型透過電子顕微鏡と呼ばれる。テムでは主にサンプルの内部、セムでは主にサンプル表面の構造を微細に観察する。透過型のように資料全体に電子線を当てるのではなく、操作型では細い電子線で資料を操作。 スキャンし、電子線を当てた座標の情報から像を構築して表示する。観察資料は更新空中10パスカル以上に置かれ、この表面を電解や磁界で絞った電子線、焦点直径1から100ナノメートル程度で操作する。操作は直線的だが、操作軸を順次ずらしていくことで、資料表面全体の方を得る。 光学顕微鏡の光源に当たるセムの電子宣言、電子銃にはいくつか方式がある。以前は、タングステンヘアピンや六砲化、ランタン、ラブの熱電子銃を備えたものが多かったが、現在は、電解放射型、フィールドエミッション、FE のものも普及してきている。これは、陰極、冷陰極に高電圧を陰化し、直下の第一陽極によって、電子線を加速、続く、 第二陽極以降で電子線束を制御するものである。FE は熱電子銃と比較して解像度が高く高倍率での観察が可能であり、フィラメント、プローブの寿命が長いという利点がある。一方、低倍率観察においては、大電流が得られる熱電子銃の増出が FE を上回ることもある。FE を用いたセムは FE セムなどと呼ばれる。加速された電子線。 0.1から 30KV は、収束レンズ、コンデンサレンズ及び対物レンズで絞られる。レンズといっても光線が可視光ではないのでガラスレンズは用いられず、電子線に干渉できる電場や磁場を利用した電子レンズが使用される。電子線束を制御するためのレンズには次回型と電解型があるが、結造制御には次回型レンズ、電磁レンズが用いられる。一方、 周差の大きい電解型レンズ、静電レンズは電子線の加減速に利用される。レンズで絞られた電子線は操作コイルによって制御され、資料表面を操作していく。電子線が資料に当たると二次電子の放出など様々な現象が起こる。資料から発せられるこれらの信号は検出器で検出され、高電子増倍感による増幅や経て CRT に送られる。 CRT では、信号量の違いによりその軌道を変調する。テムの場合は、電子線を蛍光板に当てて、蛍光を直接観察するが、セムでは、軌道変調信号の処理結果が像としてディスプレイに表示され、これを観察することになる。セムの像表示は、内部処理を経ている分だけ、時間差があり、観察点の移動や倍率変更がタイムラグを伴うという欠点がある。 逆に、信号処理を調節することで、加速電圧などの観察条件を変更せずに、観察像の軌道やコントラストを変えられるというメリットがある。二次電子は、東方的に発するので、電解をかけて収集し、電化量を軌道とする。画像の見え方は、入社ビームに対して垂直な面ほど軌道が低くなり、また、尖った部分ほど軌道が高くなる、エッジ効果。セムは、 光学顕微鏡と比較して、焦点深度が二桁以上深く、広範囲に焦点のあった立体的な像を得ることができる。観察物の外形を把握しやすい一方、対象の内部に関する情報は、ほとんど得られないの。これは、テムなど、他の手段に頼ることになる。ただし、観察物を、フリーズフラクチャ、凍結破断法などで処理すれば、ある程度の内部観察も可能である。 カイロや半導体部品などの品質チェックのほか、適切な全処理を踏むことで、生体資料の観察も可能である。細胞のような導電性の低いものを高真空二次、電子法で高加速電圧をかける場合、資料はあらかじめ導電性の物質、白金パラジウム、金、炭素などでコートしておく必要がある。これは二次電子を効率よく放出させるため、資料を帯電。 チャージアップによる露出オーバーとの歪みを防ぐために電子線の余剰エネルギーを逃がし、資料表面の破損を最小限度に止めるためである。低真空反射電子法、N ノセム、ウェットセムなどでは絶縁体の観察においてもコートは必要な。特性 X 線を利用した元素分析など分析用途で用いるセム、EPMA でも 表面コートの必要のない低真空反射電子法は好まれる。表面の構造というのは、実のところ光学顕微鏡の苦手とするところである。普通は、双眼実体顕微鏡が使われるが、倍率をあまり上げられず、解像度も低い。細かい部分は普通の光学顕微鏡で、ピントをずらしながら観察するほかなく、もし資料が不透明であれば写ってなしである。 例えばアリの体表の毛などはなかなか調べることが難しかった部分である。操作型電子顕微鏡を使えばこのような部分の観察が簡単であり、分野によっては分類研究等には欠かせないとまで言われるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。